はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、剣の大冒険です。というわけでね、今回もベイブレードやっていきたいと思います。ちょっと真ん中に移るか。はい、行きます。じゃあね、早速ね、タイトルにある通り、まあもうサムネがそれになってると思います。私が作ったアイアンマンじゃねーよアイアンマン前回だよ。ですね、キャプテンアメリカンカスタマイズ、結構ね、いい感じの、なんだろう、なんつうのかな、まあクオリティになったんじゃないでしょうか。まだ一度も回してないので強さは分かりません。はい、まだ一度も回してないので、ちょっと回ってる姿を見させてください。 3,2,1 ゴーシュ。おー、いい感じだなかっけーな、テカってんな、好きだよ俺こういうの。いいよいいよ、素晴らしいっすねじゃあ早速ね、うちのベイと戦わせていこうと思います。じゃあドイツにしよっかな。じゃあ最初はこいつでいこうか。こんな感じのカスタマイズ、結構ね攻撃型だと思います。いきまーす、 3,2,1 ゴーシュッ、 3,2,1 ゴーシュッ。今ステージの中に入っちゃった、これ大丈夫だよね。おお、負けるんかい、こいつなかなか強いかな。ワンロック、あれだよね、前回あげたアイアンマンもちょっと冒頭で負けてましたからね。さあ次、ユニコーン、こんな感じのカスタマイズ、よし行こう。 3,2,1 ゴー、 3,2,1 ゴーシュ。おー、綺麗に決めたね。風がある、風が涼しい、かっこいいな、キャプテンアメリカかっこいいからね。じゃあちょっともう一回再戦でこいつやってみるねえ、こいつの強さこんなもんじゃないでしょう。ちょっともう一回やります。ちょっとラッシュシュートかましてみようか。 3,2,1 ゴーシュ、行くぜラッシュシュート、 3,2,1 ゴーシュ。おお、やっべえ、さっき負けた相手を一撃だよね今ね。やっぱシュート力とシュートを打つ角度によってベイに命が吹き込まれるから、それで変わるね本当。今ので一回ロック外れてしまったので、取る前まではノーロックでした。素晴らしい、かっこいいぞ次カオス、こちらを使っていきたいと思います。なかなか強いよ、意外とね、バーストしやすいっちゃしやすいかもしれないけど、俺が初代結構使っていたメインベイだからね。 3,2,1 ゴーシュ、じゃあ本気シュートのラッシュシュートで 3,2,1 ゴーシュ。どうなったどうなった、ちょっと待った、レイヤーぶっ飛びすぎ、ちょっと待って、どこ行った、あれ、え、嘘、そんなとこまでぶっ飛ぶ、ちょっと待って、一回、え、マジで、どこまでぶっ飛ぶの？これでいいんだよな、これでパーツ全部だよな、大丈夫だよな焦る、どんだけぶっ飛んでんだよ、今どうなった上から当てちゃったのかな、じゃあ早速もう一回やるか、今のはドローということで。いきまーす。3,2,1 ゴーシュ。本気のラッシュシュート。3,2,1 ゴーシュ。あー、失敗しちゃったなー。強っ。強っ。キャプテンアメリカン強っ。やーべえな。ノーロック、マジか、
すっごいな。じゃあ次、ちょっと金ピカリンの真っ黄色っぽいやつ。結構ね、受給型。これね、意外とね、結構ね、なんつうんだろう。なかなかいい。なかなかいい。結構ガチめに。なんでか知らないけど。いきます。こいつ先行で。3、2、1、ゴース。本気シュート。3、2、1、ゴース。失敗しちゃった。斜めに過ぎた。これ結果見えてるな。これはさすがに結果見えてるよね。まあだよね。今俺がいけなかったマジで。まあ先ほど言った通り、ベイはねシュート力とシュートの角度で決まるので、今のは完全に僕が悪いです。すいませんでした。もう一回やります。ノーロックノーロック、普通に打つから。3、2、1、ゴーシュ。いきます。3、2、1、ゴーシュ。音がすごいな。多分動画では伝わってないと思うんだけど、おー素晴らしいスピンフィニッシュ。ツーロックに対してノーロック。すっげーなマジで。かっこいいな。じゃあ次、アイアンマンにも使ったうちの最高傑作スターセイバーを使って倒されてしまうのか否か試していきたいと思います。じゃあこいつ先行でいくよ。ちょっと不利な状況にするよ。勝ってくれよキャプテンアメリカン。行くぜ。3、2、1、ゴーシュ。3、2、1、ゴーシュ。おいおい、もう一回やるか。まあ俺がメインベイを持ってきちゃった時点でもうダメなのかな。もう一回やる。強さを見せてくれ。3、2、1、ゴーシュ。3、2、1、ゴーシュ。お、耐えてる。うお、あー、斜めった。これは痛い。二度も勝っちゃったよ。二度も勝っちまったよ。じゃあ三度目の正直いきます。やってみますか。じゃあ次こいつ最初でいっか。3、2、1、ゴーシュ。ゴーシュ。なんだこの強さ。なんだこの強さ。いやね、こいつを使ってしまったことが多分間違いなんだろうね。でもね、アイアンマンは意外といけたんだよな。なんでだろう。多分相性が悪いんだろうね。うん。でも他のベイは普通にストレートを、まあ大体ストレートで倒してましたからね。素晴らしく強いベイだと思います。まあうちのこれメインだから、一番強いベイだからね。俺の中で一番強いベイだから。それと今ぶつけてみただけで。じゃあ他のとやってみっか。こいつやったっけ？やってないよね。やってみっか。結構強いからね。これかなり強いからね。いきます。3、2、1、ゴーシュ。ゴーシュ。斜めになっちゃうんだね。うお！俺今負けたと思った。なんだ、強えじゃん、お前。キャプテンアメリカやっぱ強えわ。負けたと思いきや敵粉々にするからさ。素晴らしいと思います。皆様も良ければこのカスタマイズ作ってみてはいかがでしょうか。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあね。